水の雫、黄泉の花嫁。最悪、真月日が終わり、目覚める優里たち、山に深く関わってしまった三人は、それぞれの思いを抱えたまま、山へと誘われていく。私には人に見えないものが見えた。家族で私だけ生き残ってから、私だけが見える死の風景、唐突に訪れる死の匂い。いつも死がそばにあった。私には行くべき場所は分かっていた。私はいつもここに立っている。あと一歩踏み出すかどうか迷い続けて。扉が開いた。水上の宮の奥、あの扉の奥で私を呼んでいる。待っている。行かなきゃ。はい、ということで、ゆうりちゃんの今までのね、まとめ的な未だに危ういところに立っている、あちら側とこちら側の危ういところに立っているっていうゆうりちゃん、ゆうりちゃん、すごい霧が霧が。私の日記だ。病院の先生に言われてから書くようになった。思ったこと、夢、見えたこと、聞こえたこと、目に見える文字にして後で落ち着いて読むようにと。結局信じてはもらえなかった。巫女の夢を見た。巫女になった夢。目隠しを取って死者を見取った後、再び目を隠した巫女は泣いている。泣きながら目が覚めるけど、私は泣いていなかった。あの時、ひそかさんが私の自殺を止めてくれた時も、私は泣いてはいなかった。ひそかさんは泣いていたのに、私はいつから泣いていないのだろう。私は夕暮れ時、
無性に泣きたくなる子供だった。夕日を見ながらずっと立ち尽くしている。自分が溶けていくような懐かしい場所に誘われるような。ご両親の事故の後から見えるようになったとはいえ、それまでにも素質みたいなものはあったんでしょうかね。うわぁ、霧がほんとすごい。大曲月日っていうことでね、あの夕日が見えていたイベントもなんとか蓮さんが守りきってくれたんですけど、その蓮さんも迷いがにね連れて行かれてしまいましたね。他のみんなは無事なんですかね。アルイくん寝てる。うん、触れられる。ご結婚されないんですよね。そうな。すみません。このままでいたいと思っていた。ルイ君は先生が好きなんだね。あれあれ、レンさんいるし。これもしはひそかさんも見ることができるのかな。お、何か落ちてる。手にした瞬間に失ってしまう。受け止めたと思ったら滑り落ちていく。ひそかさんの日記。流れる川の夢を見た。死の川を渡る私たちについての。みんな流れに逆らって進むけど、一人ずつ力尽きて流される。行ってしまう。私は誰も救えない。一人で流されていく。だけど、誰もが流れに逆らって同じ方向を向いている。同じ方向を向いて抗っている。そのことに気づいて。そのことに気づいて、かすかな連帯感に少しだけ安堵したところで目が覚めた。あの崖の上で、ユーリに触れたときに、ユーリの心の傷が分かった。ユーリ。生き残ってしまったことの後悔、死に惹かれて揺れていること。私がユーリに惹かれているのは、同じ方向を向いて抗っているからかもしれない。お母さん、許して。
手にした瞬間に失ってしまう。受け止めたと思ったら滑り落ちていく。でもユーリちゃんはもう大丈夫だと思いますよ。ゆりちゃんはこれをどんな風に受け止めるんですかね。ゆりちゃん本人はどんな気持ちでこのひそかさんの言葉を聞いているんでしょうか。二人には触れることができないさ。あっあミクさん、うん、黒木沢の伝承、氷上山に伝わる言葉がある。三山に黒き沢ありにし、あるいはこの世の場所にはあらぬ。不思議な言葉だ。山にあるという黒き沢、それはこの世にあってこの世のものではないということなのだろうか。黒き沢から溢れ出る黄泉、夜のように漆黒の泉、その中は黄泉そのものだ。氷上山の巫女たちは古くから黒き沢、つまり渦潮と隔離世との境界である水際を守ってきた。この国には各地に黄泉との境界が存在するという伝承が伝わっている。とすれば各地にある黄泉との境界には、この氷上山の黒き沢を沈める巫女のように境界を守る人々が存在するのではないか。最後の常しえ花黒沢大瀬はその一人だったのかもしれない。各地にね、人柱ね、ゼロシリーズをやっていらっしゃる方にはおなじみかもしれませんが、おっとおっと、やっぱりお山へ行ってしまうんですね。三山に黒き沢ありにし、あるいはこの世の場所にはあらぬ。水が。黒沢大瀬さん、みそぎが淵、
ここ通るのもなんか久しぶりですね。ちょっとおお、さっきそこでやっていらした。あー、でも最後の時ってそんな感じなんですね。お気に入りの服を着て、自分がいいと思った場所で。で、それを見とる巫女。どんな事情があったかはわからないけど、なんだか切ないですね。この人がずっと見届けたんですね。いるし、わあ、血まみれた手記。みんな死んだ。やっと一人になれた。わしは正しくは死ねぬ。だがこれでいい。あのことだけはわしのものだ。一人のものだ。すべて潰した。見られて取られたものを取り返した。もう誰も見るものはおらぬ。一人で死ぬことができる。一人だ。お山に関わる人々にもいろんなエピソードがありますよね。
道が二手に分かれている。これ改めてこのお山を登らせるスタイルですね。なんかもう懐かしの場所巡りみたいに。よし、見取りたい。いる。力を持ってるがゆえにいろんなものも見えてしまっていただろうに。だいたいこんな死を見とるとかってものすごいトラウマですよ。数の問題でもないし、同じ人が今まさに死ぬところをずーっと見て、その思いを受け止めなきゃいけないって、もうどんだけ、あ、読み濡れになっちゃった。
う。また何か出てきてる。生き写しの絵を作る機械をお持ちとか、そのものの心までも描いていただける素晴らしい絵になると聞きました。ああ、麻生博士。黒沢王政。こっちこっち。明日はお祭りだね。このままずっとここに隠れていようか。
実はレンさんが見てた夢がミスリードで、あの女の子のことを刺したように見せといて、実は髪の毛を一房切っただけっていうだから直接手を下したわけではないんですよね。そして起きたレンさん、いつの間にか眠っていたのか、この霧はまた何かが起きているのか。ルイは、先生、行くのですね。探しているものは書斎の奥に起きてるのか眠ってるのか、ルイルイ君。はい、ユーリちゃんからレンさんにパートが変わりました。ということで続きはまた次回やっていきたいと思います。3人それぞれのということは、まあ、3人あるっていうことで、レンさんが2人目ということは、ミュウちゃんのパートもあるんですかね。はい、ではこの続きまたやっていきたいと思います。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。マナトでございました。